29B 練習問題、日英同時通訳。練習1。国民の皆さん、おめでとうございます。まあ、この新年というものは、まあ、過去に学んで、まあ、将来を展望して新たなる決意を立てる年であるということであります。まあ、こういう意味も込めて、国民の皆さんに心から新年のおめでとうを申し上げたいと思います。まあ、私のこの51年の決意は、なんか今年というと年を新しいこの芽の出る年にしたいということで、政治も外交も経済も今年を新しい芽が出る年にしたいというのが私の決意で、経済の点については、インフレのない経済の発展、そのためにはこの不況から脱出をしなければならない。こういう状態が続けば、企業も働いておる人たちも非常な不安になります。インフレのない経済発展を図る。そのために、まあ、今年は予算編成でも24兆2900億円、7兆2000億円の公債を発行して、公共事業を中心として景気の回復を図ろうということであり、まあ、こういうその政府の決意を、まあ、予算編成で、まあ、示したわけですが、同時にこの企業にも労働組合にも新しい芽が私は出てきていると考えるので、まあ、企業としても高度経済成長の夢を捨てて、この適正経済成長の時代に適応する体質改善をしようという芽が出始めた。労働組合でもこのインフレに通ずるむやみなこう賃上げというものを抑えて、そうして雇用を維持するということにですね、考え方が非常にこの重点が置かれてきておる。これは全く労使関係の新しい芽であると私は思う。これを私はやはり助長していきたいと思うので、まあ、政府としてもこれは年次計画を立てなければなりませんが、しかしこの行政内政面について合理化を図っていかなければならんことは、政府の当然の責任である。まあ、地方自治体 の間にもこのことに対して非常にこの新しい動きが起こっておることは、これは歓迎をすべきことであります。まあ、経済はそういうことです。政治は今年は総選挙の年である。衆議院議員の任期は12月までですから、今年はいやでもでも総選挙をしなければならない。私は、まあ、戦後初めてと言われる公職選挙法の改正、政治資金規正法の改正を行います。これを行ったことは、できるだけ金のかからない選挙をやろうと。今のように町村会議員から県会議員、あるいはまた国会議員の選挙、こんなに金を使ったような選挙をいつまでもやっとったならば、日本の民主政治は崩壊すると私は憂いている。そういう点で、まあ、公職選挙法の改正、また清潔な政治を、できるだけ清潔な政治をという願いを込めて、政治資金規正法の改正をやった。
戦後これだけの大改正をしたことは初めてである。もしこういう両方の、まあ、公職選挙法にしても政治資金規正法がこれが忠実に履行されるならば、日本の選挙は面目を一新するはずだと私は思うわけである。どうかこの今年の総選挙が日本の政治粛清を行って、そしてこのが行われて国民の政治に対する 信頼回復の新しい芽が出る年にしたいとこう願っておるわけである。外交では今年は日中、平和友好条約を締結の年にしたいと私は願っております。そして日中関係の基礎を固めて、その上で今年はアジア外交に精を出したいと思っております。特に ASEAN 諸国との関係、あるいはまたこのベトナムとの外交関係の強化、こういうので新しいアジア外交の芽を出したいと期待をしとるわけである。まあ、国民の皆さんに申し上げたいことは、4年前のニクソンショックによってアメリカの経済は大きな変貌を遂げた。また2年前の石油危機によって世界のこう古い秩序というものは崩れてきた。そしてそのこう崩れた中から世界も日本もようやくこの立ち直ろうとしてきたわけです。立ち直ろうとしてきた。そのショックから立ち直ろうとしてきたと。皆さんもご承知のように11月のランブイエ、パリの郊外の6カ国の先進工業諸国の首脳会談はですね、その立ち直るための国際協力をみんなで約束したわけですからね。そしてこの約束に従って各国がそういういろんなこの打撃から立ち直るための努力を始めたことはご承知の通りである。そしてこう今年という年はそういう崩壊した秩序に対して新しい秩序が再建できる、こう何かこう新しい芽が出る年に私はしたいものだと願っておるものであります。それは新しい考え方であります。また新しい協力という世界もあるいは国内においても新しい協力に基づく新しい目である、こうまあ考えるわけであります。もう審議拒否にもストケンストにも国民の皆さんはうんざりしていられると私は思うのであります。与野党間の国会運営についても、スト権問題の取り扱いについても、ここらでですね、旧来の惰性を一滴してこう理想と現実とのこの調和を図った内外の新しい秩序再建の芽生えの年にしたいと、昭和51年を私はそういう願いを込めてこの新年を迎えるわけであります。国民の皆さんにもご協力を切に願っておきたいと思います。練習2、今までずっと一般論を申し上げてきたわけでございますが、私がアメリカでキッコーマン醤油の工場を建設する際に経験いたしましたケースをここで申し上げたいというふうに考えます。私どものキッコーマン醤油では戦前からずっと海外事業を展開して
してきております。いつ頃から醤油をですね、外国に出したかということを申し上げますと、明治元年にですね、日本から初めて、ハワイ向けの移民船が、アメリカに、ハワイに向けて、日本からの移民をですね、運んだ時に、その船に、キッコーマンの醤油が大量に船積みされたと、こういう記録があるわけでございまして、その時からずっと、まあ、海外事業を展開したと、こういうことになるわけであります。明治元年でありますから、まあ、かなり古い方じゃないかというふうに考えておりますが、おかげさまで、戦前の海外事業も日本からの移民が増えるにつれまして、また日本の軍隊がですね、アジア方面に出ていくに従いまして、おかげさまで私どもの戦前の海外事業も伸びたわけでございます。まあ、戦前の輸出のピークというのは昭和14年だったそうでありますが、戦争中はですね、アジア方面に4つか5つぐらいの工場もできるということでございまして、まあ、戦前の海外事業もかなり順調に伸びたわけでございます。しかし、昭和16年の12月8日の太平洋戦争の勃発によりまして、まあ、私どものアメリカ向けの輸出はストップいたしましたし、また昭和20年の8月15日終戦をもちまして、私どもの戦前の海外事業は全部完全にストップした、こういうことになります。そして戦後ですね、海外事業を再開いたしましたのは昭和24年でございます。昭和24年に GHQ から醤油の輸出をもう一遍始めていいよという許可がおりまして、アメリカ向けの輸出を再開いたしたわけでございます。まあ、戦後ですね、アメリカを中心とした輸出を再開したわけでございますが、戦前のですね、戦略と比べまして、戦後においてはかなり大きなですね、戦略転換をいたしております。その第一のですね、戦略転換と申しますのは、戦前がですね、アジアをどっちかというと中心に商売しておったということでございますが、戦後はこれをアメリカ重点に切り替えたと、こういうことでございます。これが第一の転換。それから第二はですね、戦前はさっきから申し上げておるように、日本から出かけていった移民の人たちをですね、対象として商売しとったんですが、戦後はこれを現地の人を対象に商売しようと、こういうことに戦略を展開したわけであります。この点の事情をちょっとやや詳しく申し上げますと、まずアジア中心からアメリカ中心に戦略転換したということにつきましては、理由が2つございます。主な理由として2つございます。1つは、やはり戦後ですね、アメリカの経済力が抜群だったということですね。戦争中多くの国が被害を受けましたけれども、アメリカはほとんど被害を受けなかった。経済力が抜群だったということ。やはり商売をするには、ことにですね、醤油の場合、日本では生活必需品でございますが、海外ではやはりどっちかというとですね、ことに欧米においては嗜好品でございます。ですから、その嗜好品としてのですね、食品、醤油を売るためにはですね、やはり経済力のある国の方が商売がしやすいんじゃないかと、まあ、いうようなことを、したがって、まあ、とにかくアメリカを重点に商売しようと、こういうことになったわけであります。アメリカ中心の商売をしようということに決めた第二の理由は、戦後において日本とアメリカがですね、経済的、文化的、社会的、政治的に大変親しい関係が出来上がったということでありまして、やはり商売をする側には親しい国と商売した方がいいだろう。これもですね、やはり私どもがアメリカ中心に商売をしようということを決めた第二の理由になってくるわけであります。次に、日系人中心の商売から現地人中心、すなわちアメリカが重点市場ですから、日系人以外のアメリカ人中心に商売をしようと、こういうふうに、まあ、戦略転換した第一の理由は、戦後アメリカのですね、人たちがたくさん、まあ、日本にやってきた、
ことに、軍隊の人は2年3年日本に住むことになったということであります。そこで彼らがですね、日本の料理じゃなくて彼らの料理のために醤油を使い始めたわけです。これを私ども見ておりまして、これならばですね、アメリカ人の市場にもですね、潜在需要があるんじゃないかと、まあ、いうことを感じたわけでありますね。これが現地人中心に商売しようということを決めた第一の理由。第二の理由はですね、日系人に頼っておりますと、日系人も2世3世ということになると、だんだんこの食生活が当然のことながらアメリカの市民権を持っておる人たちですから、当然のことながらアメリカナイズされてくる。醤油の一人当たりの消費量が減ってくるということでございます。やはり日系人の人たちにだけ頼っておったんでは先細りになってしまうと、こういうことでございまして、これが第二の現地の日系人以外のアメリカ人を中心に商売しようということを決めた理由でございます。まあ、いずれにいたしましても、そんなわけで戦後戦略をだいぶ転換いたしまして、まあアメリカを中心に商売しようということになったわけでございますが、1957年にですね、サンフランシスコに販売会社を作りまして、キッコーマンインターナショナルって言うんですが、販売会社を作りまして、本格的にマーケティングを現地で展開いたしました。おかげさまで、まあ、商売が順調に伸びまして、年々 15% か 20% ぐらいずつ販売が伸びましたんで、1968年の初めから現地で、ボトリングを始めました。日本から醤油をバルクでですね、送りまして、現地で、ボトリングをしようと、こういうことになったわけであります。そしてさらに1970年に、現地に一貫生産工場を持とうという調査を始めまして、その翌年1971年の3月にアメリカに醤油の工場を作ろうという意思決定がなされたわけであります。まあ、それから具体的にアメリカでどこに、アメリカのどこにですね、工場を作るかということをいろいろ検討いたしまして、その年、すなわち1971年の9月にウィスコンシン州のウォルワースというところでございますが、これイリノイ州とウィスコンシン州の州境の近くでございますけれども、そこに200エーカーの土地を購入しようということを決定いたしまして、いよいよアメリカ工場の建設に取り掛かろうと、こういうことになったわけです。ところが、その時私どもがびっくりしたんでありますが、地元からかなり強い反対が出たわけでございます。まあ、私は初め反対の理由はですね、日本の企業だからと、こういうことだと思っておったんでありますが、実際はそうでなくて、反対の理由はですね、工業イコール公害だという考え方ですね。工業イコール公害だという考え方、これが一つあります。それからもう一つは、農民のですね、農地を手放したくないという素朴な感情ですね。この二つが反対の理由でございますが、いずれにいたしましても、とにかく猛反対が出た。どういうきっかけかと申しますとですね、私どもが買おうとした200エーカーの土地が農地だったんですね。で、この農地に工場を作るためには工業地に転用しなくちゃいかん、こういうことでありますが、その工業地へ転用の申請を出したところが、それに対して猛反対が起こったと、こういうことであります。工業地の転用が認められなければ当然工場ができないと、こういうことにつながるわけでございますが、まあ、私どもとしては大変びっくりしてしまった。そこで、まあ、地元の人を対象に説得の活動を始めたわけであります。まあ、私どもは絶対に公害を出しませんと、醤油は公害がないんですと、こういう、まあ、訴えが一つが、もう一つは、醤油というのは大豆小麦が主要原料でありますが、その現地のですね、農民の方々の作っておられる大豆小麦を原料とする農民の方々に密着したですね、アグリビジネスだと、農産業だと、こういうことで地元の方々に説明をしたわけであります。まあ、いろいろな会合に出席いたしました。町議会に出ました。軍議会の公聴会に出ました。あるいは地元のいろいろな集まりに出ましたし、まあ、多くの地元の方々に接する機会があったわけであります。町議会に出た時など、まあ、いろいろな質問がございました。
お前のところの利益計画を出せと、こういう質問もございます。ございました。利益計画なぜ出すのかと、こういうことを考えたんであります。結局、法人税がどのぐらい現地に入るかと、こういうことにつながる質問であろうかと思います。また、設備投資はどのぐらいかというご質問。これは、要するに資産税がどのぐらい入るかということにつながる質問だと思います。また、工事期間中、町の道路を壊さないかというような質問もありました。あるいは、醤油というのは水をたくさん使うそうだけれども、我々の飲む水がなくなっちゃうんじゃないかというような質問ですね。とうとういろいろございました。従業員を雇うんであれば、雇うんだろうけれども、何人ぐらい現地で雇うのかというような質問ですね。原料資材は地元で調達するのかというような質問。いろんな質問がございました。私はその町議会に出ておりまして、日本の地方自治よりもですね、アメリカの地方自治がかなりこの民主主義というものを前提として、かなり優れたものであるという印象を受けた次第であります。民主主義というものが何か実践されておるということ、そしてまた町長さんやあるいは町議会の議員の皆さんがですね、本当に地元の住民のことを思って質問しているということをつくづく感じたわけでございますが、いずれにいたしましても相当に反対があったわけでございまして、これはなかなか難しいなという印象を受けたわけであります。軍議会の公聴会に出た時などもいろいろ賛成反対の意見がございました。反対の意見といたしましては、この私たちの住んでおる地域社会をいつまでもですね、牧歌的なものにしていきたいと、いうような農民の方々の発言。それとしますと賛成の意見が出てまいります。どんな賛成かと申しますと、やはりこの企業というものは我々にとって必要なんだって、企業ができることによって雇用の機会もできるだろうし、また関連の産業も発達するだろうし、税金も入ってくるんだと、いうような賛成の意見があると思いますと、また今度は反対の意見が出てくる、いうようなことでいろいろ賛成反対の意見が出たわけでございますが、最終的にはですね、私どもの説得が地元の人たちに十分理解していただけまして、1971年の12月にですね、に開かれました軍議会で最終的には42対1という圧倒的多数で、私どもの購入いたしましたところの農地を工業地に転用する認可が下りたということで、工場建設が可能になったわけでございます。そんなわけで、最終的にはハッピーエンドだったわけでありますが、地元で猛烈な反対を受けましたときは私どもも非常にびっくりしたということであります。おかげさまでその後非常にこの地元の関係はよろしくございまして、地元で反対があったからですね、私どもは説得のために地元の人たちと話をする機会を得たと、十分な話し合いができたんで、私どものプロジェクトを十分地元の人たちが理解してくれたということから、現在では大変良好な関係が地元との間に保たれておるわけであります。一時は反対があってどうなるかと思ったんでありますが、現在では非常に良好な関係があって、私どもとしては地元の人たちと良好な関係を維持することができまして、私どもとしては大変喜んでるわけであります。私どもの経験からいたしまして、やはり、発展途上国のみならず先進国に投資をする場合もですね、やはり現地に溶け込んで現地の人と話し合いをしてですね、現地に溶け込んで現地のためにやはり企業を運営するというような態度が必要だなという感じが強くしたわけでございます。
29A 日英同時通訳実例の解説。それでは、同時通訳の、例を、これから少しこう解説していきたいと思います。その例としまして、もうすでにお聞きになりまして、また練習もされましたそのテープをもう一遍聞きながら、次々とこう解説していきたいと思いますが、まずその冒頭でその発言者が、次々とこういろんなその項目を並べて喋るんですけれども、一体その動詞がどういうものであるかなかなかわからないような例があります。でそういう場合に、冒頭でどういうふうにこの話が切り出されたかということをよく聞いていると、ある程度その発言者が何を言わんとしているかということが予測できるという例もありますので、ちょっと聞いてください。今まで、日本の Up until now, 海外投資がこれからどんどん増えるということ、I have mentioned the fact that overseas investments abroad by Japan will continue to increase, and also that the reputation of these investments has not been necessarily good, and also what to do about these problems. And one of the first steps is to localize the type of enterprises we establish. つまりこの発言者の方は次々とこの、項目を羅列しているのですけれども、なかなかその動詞が出てこない。で最後にということを申し上げてきたがと、来ましたがというふうに言っているので、本当はそこまで困って、そしてその動詞をよく聞いて、それから通訳をし始めるというのが理想的ですけども、そんなことをやってたんではとてもその追いつくことができないわけです。ところが冒頭でお聞きになったと思いますけれども、今まではというふうにその発言者が、切り出しているんです。今まではというふうに言えば、もうすでにもその次の項目をずっとこう並べてものいらっしゃるものはすでにもう話したことであるということを予測できるんです。でしたがって私は、Up until now I have mentioned the fact that 何とか何とか何とかというふうにこう通訳に入っていってしまうんです。でそういうふうにしますと、あとはもう次々とこう項目が出てくるのをただそれに、フォローして、次々とこう訳していけばいいのであります。もちろんこれをちゃんと文章にタイプライターで打ち出して、そしてそれを読んでみますと、とてもその読めそうなような文章にはなりませんです。しかしこういうようなものがやっぱりこの会話の話し方であるし、英語の会話の話し方でもやっぱりこういう話し方になるのでありますので、要するにそれをよく聞いている人が意味がはっきりわかるということでありさえすればいいわけであります。あの次の話の中にその日本村という言葉が出てきますけども、それを私はこのように通訳しております。日本村の解散ということで、ちょっとややもう少し Also, I would like to speak a little bit more in detail about the next problem, which is the abolishment of these so-called Japanese villages or Japanese ghettos. つまり、日本村というものを直訳しただけでは、Japanese villages という言葉になりますので、日本の村というふうになった場合に一体何を言ってるのか、普通の外国人でしたらなかなかわからないんじゃないかという気がします。それでわざとそこでは Japanese villages or Japanese ghettos というような言葉をわざと使っているのですけれども、その Japanese ghettos というふうに言えば、ある程度、まあ、特殊なその日本人だけが集まっている一つのコミュニティができているんだというふうに考えることができるわけでございます。それから他に、まあ、いろいろなまあ、いわゆる技術と申しますか、まあ、コツとも言えるかもわかりませんけれども、こういうものはもう自分の経験が積み上げられるうちにだんだんと自分自身なりのやり方ができてくるのでございまして、まあ、私の経験といろいろなその試行錯誤的なこの通訳の仕方の中から、まあ、自分で勝手にいろいろと経験して、そして作り上げた自分勝手なコツがあるんですけども、これは必ずしも、全ての通訳者がそういうのコツを利用していいとは決して私は思うのではないのであります。
けれども、まあ、一応私が通訳をしたやり方の中の一つの例をこれからお聞かせ